はい、えー、今回のですね、マイナー国紹介は南太平洋のフィジー共和国です。はい、でこのフィジーですね訪ねたのが2020年の1月ですねちょうどこのナのちょうど前の時期です。はい、でこのフィジーのですねナンディをハブにしてですね他の南太平洋の島々をこう回ったという形ですね。 でこ,れこのフィジーですね、他の南太平洋の島々、あのバンナツとかですねサモアとかトンガとか、まあ、こういった国にと比べてですねちょっと違うところは、あの中国系の人が少ないですね、あんまり目立たないですね、他の国では結構、中国系がこうですね、割とこうだったんですけど、このフィジーですね、これ、あの多分このインド系の人がこう相当国に入ってきてて、まあ、あのフィジーの中でこう結構力を持ってると。 いうこまあいるにはいるんでしょうけどそんなに目立たないということじゃないかと思うんですがそういった意味じゃ他の南太平洋の国々とはですねちょっと色合いの違うところですねはいこのフィジーですねインド系の人が多いのでインド系のレストランとか寺院とかですねまあが結構目立つとであの食べ物もですねインド料理もあるしいろんな地元の人でのローカルの食べ物もあるいろんなものがあってまああのそんなに困らないですね で今気候もいいしです、ねまあ、観光する場所もあるので、まあ、これからですねただねちょうど僕が言った2020年1月以降にこのコロナに入ってです、ね、これ観光客がもうほぼ入ってこない状況になったので、まあ、フィジーみたいなこう観光立国にとってはです,、ねまあ、すごい大変な時期を過ごしたんじゃないかと思うんですがあれからです、ね、フィジーがどういうふうに変わってるか。 ぜひご覧ください <music> はい、えー、前の国境界ですね今回はその代表の国境界ですはいで今回紹介するのがですね、えー、南太平洋のフィジー共和国でタイトルとしてですねトランジット客に泥温泉を進めてはって形でですね話進めたいと思いますはい でこれがですねあのフィージーの周辺地図ですね、ちょうどあの南太平洋、ですねオーストラリアからちょうどですね真東に行ったあたりに、このようにあのフィージー諸島があります。はいで、このフィージーですね、あの2つの大きな島があって、でこの北側にあるのはですねバヌアレブ島で、首都のスバのある、ですねこの南側にあるこの島、これがこのビテレブ島ですね。はい でそれ以外にあの330ぐらいのですねこのちっちゃな島があるという形です。はい、でこれあのフィジーの基本情報としては、ですね人がスーで人口が90万人強、で面積がですね1万8274平方キロメートル、これ、日本の四国と同じぐらいですね。はい、で人種民族がフィジー系とインド系ですね、で宗教はキリスト教、ヒンズ教、イスラム教、で言語が英語、フィジー語、ヒン,ズ語ヒンディー語ですね。 でですね、これ、あのこの <coughs> フィージーの歴史としてはですね、1643年にあの探検家のタスマンが発見すると、で、1874年にあの英国領、イギリス領になって、で、独立が1970年ですね、で、1987年から共和制に移行して、で、1998年にですね、 あのフィジー諸島共和国という形でちょっとこう名称変更します。これは民族猶予政策みたいですね。はい、で2011年にあのフィジー共和国という形になってます、ねはいま <coughs> でですね。トピック一番としてです、ね、これフィジー系対インド系ですね。このフィジーですね、あのまあ、人口の大体6割ぐらいがあのフィジー系の住民で、インド系が4割と言われているみたいで、このインド系の人たちがものすごく多いですね。 でこの理由としてはですね、この1874年にイギリスの植民地になってからですね、そのサトウキビのですね、あのサトウキビ農園の,あのプランテーションの労働者として、まあ、インド人がいっぱいこう連れ、連れてこられた、<laughs> まあ連れてこられたというか、実質的に来た人もいると思うんですが、まあ、そこでまあインド系の人たちがこう、こう増えていったということみたいですね。で、1970, 1970年にフィジーが独立したんですが、 あのやっぱりフィジー系とインド系のこう、まあ、対立っていうかですねやっぱ問題があってで政府があのフィジー系を優遇するとこのインド系の方からこう文句が出るとで政府がこのインド系とフィジー系の融合政策を打つとですね、このフィジー系の軍隊がクーデターを起こすという形みたいで、まあ、これかなり厄介な問題みたいですねで政権が安定しろとですねあのオーストラリアとかニュージーランドとかですね他の南太平洋の諸国と、まあまあ、有効な関係を結んでるんですがいろいろ まああの政治がちょっとバタバタしてきてですね、ここでタんや、なんやって形になると、まあそ、その辺との関係が冷え込んで、ですね,ね今度は中国とかロシアとか ASEAN アアと付き合うというような形みたいで、まあちょっとバタバタばたばたしてる感じですね、はい。で、トピック2番としてです、ね、でサトウキビ産業凋落ですね。これもね、ちょっと先ほどの件とこうちょっと絡んでくるんですが、あのフィジーのです、ねまあ、大きな産業としては、観光業、あと、 繊維あのガーメントの輸出ですねそれからこのサトウキビでこれこの大きな産業の一つのサトウキビがですねその生産量が、ね、年々こう下がってきてるでこの理由としてはですねこれやっぱりフィジー系とインド系のこの対立みたいなのがあるみたいですね。あの大きな構図としては先住のフィジー系の人たちが土地を所有しててでインド系の農民にその土地を貸し出すっていうことみたいなんですが。 この関係が悪くなるとここでの,その賃貸契約が行われないみたいですね。でそうすると当然その、まあまあまあ、サトキビの,このです、ね、産業にこう従事する人がこう少なくなってきて、まあ、収穫量も減るということみたいですね。このサトキビ産業にです、ねまあ、従事する人の数もかなり多いって聞くので、まあ、これねなんかフィジーチにとっては有識問題だと思うんですが、まあ、政府がどういうふうな手を打つかですね、まあ、それもちょっと注目ですね。はい。 でトピックの3番として、ですねこのフィジー留学ですね。これ、フィジーですね、なんかあのちょっと隠れた留学先、英語,英語のですね留学先みたいですね。あのはいまあ、フィジーが英語圏で、ですね、まあ、あのフィジーがこの好まれる理由としては、ですねまず一番目に、その費用が、留学費用が安価だ、安いということみたいですね。でそれから、フィジー語の,です、ね、あの母音が。 日本語と同じく「あいうえお」って形みたいであのフィジーの人たちの話す英語っていうのが非常に日本人が聞き取りやすいというのもなんかこう一つの理由になってるみたいですね。でまあただあの、まあ、日系のですね日本人が経営する学校学校が多いんで日本人がいっぱいいてで留学先がほとんど日本人だったっていうこともあるみたいなので <laughs> まあ,あの留学環境としてどうなのかという問題とあとそのまあ フィジー自身がまあ発展途上国なので、まだ生活水準がそんな高くないというんで、そこでのまあ生活環境の問題ですね、みたいなものもあるみたいなんですが、ただこれからね、このフィジー留学、もっともっと増えるんじゃないかなというふうに思います。はい、でですね、これ、フィジーの有名人としては、ですねこれ、プロレスラーのジミー・スノーカですね。このジミー・スノーカねあね、最初、最初というか、ハワイ出身かと思ったら、これ、フィジーの出身なんですね。 フィージーで生まれてそこからハワイへ移動したということみたいんでこのジミスノカがですねこれ1970年後半から1980年前半が絶頂だったと思うんですがあのプロレスラーであのブルー・ザ・ブロデーなんかとねこうタッグ組んでこれまあ日本にもよく聞きましたしあの、はい、すごく印象深いですねでこのジミスノカですねなんちっても WWF でですねこの1980年前後に まあ相当活躍したともうあの頃はですねボブ・バックランドとかですねあとアンドレザ・ジャイアントあとこのスヌーカーでそれからちょっと後にハルク・ホーガンですかねぐらいが出てきたんですがもうそれと並ぶぐらいのこうビッグスターだったんでまあすごかったですねでこのジミソノカですね長い間全然この音信不通っていうか情報特に何にもなかったんですが突然2015年にですねなんか殺人を起こしたとかっていうニュースが飛び込んできてもうちょっとびっくりしたんですが。 なんかもうその頃にはもうちょっと認知症を患っててですねでその殺人云々もなんかこう、まあ、うやむやになって保釈されたとかどうとかっていうふうに聞いたんですがまああの一世、まあ、を風靡したプロレスラーでしたね。はい、でですねこれィジーの観光ですねィジーの観光としてはですねこの空港のあるナンディのすぐ近くにあるこのサンベトドローン船これ非常に面白いんじゃないですかね。 あのまあ、暑いところなんで別に温泉に入ってあったまるってことはないんですが泥がですね中がすごくこう肌にもいいみたいであの、まあ、エステの効能もあるということで、まあ、思考としてもすごくこう面白いかなとあとあの植物園のです、ね、スリーピングジャイアントですねこれなんかも、ね、すごくいいんじゃないですかねあの珍しい植生の植物とかは見れるので。 あと、クラエコパークですね。これがコロトンゴ村っていうところにある。ここはあの非常に珍しい鳥とかが見れるみたいですね。あとですね、シンガトガっていうこの南側のビーチ、このダタンドラビーチですね。これはあのフィジーでも屈指のまあ美しいビーチみたいで、まあ、どこも綺麗なんですけど、特に綺麗ということなので、まあ、こんな形でフィジーね、こう結構観光場所ありますね。はい、でですね、これあのフィジーに一つ提案があるんですが、 あのフィジーのシュナンディです、ね、の空港というのがこのハブ空港になっているんですね。で、これの、オーストラリアとかニュージーランドとか、あとまあ日本とか、まあ、いろんなところが飛行機が入ってきてで、ここからこのちっちゃな島ですね、例えばバヌアツとかです、ね、あのトンガとか大きな島だけじゃなくて、いろんなちっちゃい島にこうあちこちにこう飛んでいるというハブにこのナンディの空港がなってて、でこのナンディの空港からです、ね、先ほどの,あの,あのサンベトドロー温泉です、ね、が、 確か車でね、15km ぐらい、もうすごく近いんでですすね。ですのであのこのトランジット客ですね、まあ、観光客以外にも要は南の島に住む人たちにですねこのドローン線を売り込むというのは非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますあの場所によってはね結構長い時間のこのトランジット時間になると思うのでもうそもうここ空港でもう潰すのもめんどくさいというような人も結構いると思うのでそこでですねこのドローン線にちょっと連れていって。 でそこでちょっと休憩してもらって、リフレッシュしてもらって、また戻ってきて飛行機に乗るというのはね、これ非常にいいしね、あの非常に受けるんじゃないかというふうに思うんですが、まあ、これはどうなんでしょう、まあ、こちらからの提案ですが。<laughs> はい、でですね、これ、フィジーエアの行き方としてはですね、これ、フィジーエアでですね、あの東京からナンディに入る、あと JAL もですね、まあ、飛んでるんですが、これ、フィジーエアとの共同運行みたいな形で、まあ、機材自体はフィジーエアで行くので。 まあまあ同じ便ととですねであとその東京からですね例えばオーストラリアのブリスベンとかニュージーランドのオークランドを経由して南電に入る、まあ、これもフィジーエアが飛んでるのでという行き方ですね、まあ、ダイレクトでフィジーにフィジーだけが目的地の場合はまあダイレクト便でどっかオーストラリアと組み合わせたいニュージーランドと組み合わせたい場合はオーストラリア経由ニュージーランドの経由で行く、まあ、こんな形になるんじゃないですかね とということでですね、今回は南太平洋のフィジー共和国の紹介でした。